どうもおばんでございます。加藤内武でございます。皆さん、来年の手帳ってもう買いましたか、ね、手帳をもう買ったよという人もいれば、これから買うんだよねっていう人もいるでしょうし、ね、手帳なんてそんな必要ねえからそんなのっていう人もいると思うんですけど、僕はですね、手帳が結構好きで、今までそのいろんな手帳を使ってきたんですよ。で、2012年からなんですけど、僕はね、この手帳を使ってます。ほぼ日手帳でございます。まあ、ほぼ日手帳といえばね、手帳詳しい人だったら知ってる人がほとんどだと思います。結構人気の手帳なんで。僕もですね、今までこの人があまり使ってないマニアックな手帳をあえて使っていこう的なことをね、考えてた時期もあったんですけど、なんだかんだで、もうこのほぼ日手帳が使いやすいなということで、使ってるわけなんですね。そしてですね、僕はもう2014年版のね、手帳も買ってきました。吉祥寺のロフトで買ってきましたよ。それがね、こちらです。はい、ほぼ日手帳ウィークスでございますよ。こちらですね、これよく見るとわかると思うんですけどね、これね、ちょっとなんか映像がもしかしたらジャバジャバしてるかもしれないですけど、これわかりますか、これミッキーなんですよ。ミッキーなんです、このデザインが。で、僕ですね、今までいろんな手帳を使ってきて、自分がどういう手帳が好みなのか、どういう手帳を使いたいと思っているのかということがね、なんとなく分かってきたんですよ。そしてその結果導き出した答えがですね、可愛い手帳を使いたいんです、ね、すいません、女子みたいなこと言いますけど、可愛い手帳を使いたい。なぜなら可愛いものが好きだから。やっぱね、手帳どんだけ中身がね、こだわってたとしても、開きたくなかったら僕使わないんですよ。なんかもう手帳を見た瞬間になんかうーってなる、このうーってなっちゃうとやっぱダメなんですよ。やっぱ手帳を見た時にはっていう風にならないと使わないんですよね。ということで、このデザイン、ちょっとミッキーがね、あしらわれているということで可愛らしいんでね、これいいんじゃないかな、そういう思いで買ってきたんですよね。ミッキーだからね。ミッキーだからね。うん。この手帳はですね、2013年の11月25日から、ですね、使えるので、なんでもう使ってるんですけど、大した予定はないですよ。正直な話。もう12月になるというのにですよ。12月になってたらイベントがたくさんあってね、本当にスケジュール欄がすごく幸せな感じで埋まってるという人もいるかもしれないですけど、僕は何もないです。本当にね、きっと今年のクリスマスとかも何もないでしょう。お正月も何もないでしょう。何もないまま2013年は終わってしまうんでしょう。ふざけんなよ。でもですよ。でも来年こそはこの手帳にいい感じの予定を書いてきたわけです。いい感じの予定を。例えばね、女の子とデートしに行くとかね、書き込みたいわけですよ。そしてデートに行ったらこの手帳バッてこう出すわけですね。出したら女の子はきっとこういうの可愛いの好きだからね、可愛いの好きだからね、きっとこうなるんですよ。何それこの手帳、何それ、あ、これね、使ってる手帳なんだよな、これ。ちょっと待って、これちょっと待って、ミッキーマウスじゃねえ、これ。そうなのよ、これミッキーなの。いやー、これミッキーマウス、これすごい可愛いと思う、これ。本当にこれ、ミッキー可愛いでしょ。これ可愛い、俺可愛いなーって思ってね、これ買ったんだよな、これ。もう私も可愛いのすごく好き。可愛いの私すごく好き。本当に？うん、まあでも、君も可愛いけどね。ちょっと待って。やめてよ、もう、やめてよ。こんな感じで、ね、頑張っていきますんで、皆さんも来年ね、手帳にいい感じの予定を書き込めるようにね、頑張っていきましょう。女の子とクリスマス一緒に過ごしたい。